三宅主義都市官営14年11月14日は、安土桃山時代から、江戸時代の武将。陽名は、氏、与平次。非前唐津藩氏で、富岡城代。通称の三宅東兵の名で知られる。父は、明智光春、母は、明智光秀の娘と伝わっている。天正十年、本能寺の変の時は、昭龍寺城の留守教役だったが、 家臣の三宅六郎太夫に抱かれて、京都に逃れ、父の知り合いである町人、大文字屋の下で育った。12歳で倉間寺に入るも、翌年には、おばの細川がらしゃを頼って、細川資料国の丹後に移り、以後細川家の費護を受けた。後に、細川家を辞去し、父、明智秀光の元家臣であった。 天野玄右衛門が改名の縁により三百国で唐津藩初代藩主の寺沢広高に仕えた。元那七年には二代藩主、寺沢賢高によって唐津藩の飛び地であった天草を統括する富岡城の城代に取り立てられた。元はキリシタンだったが帰郷し、寛永十四年の島原の乱では富岡城代として天草城を率いる一騎勢と戦った。 しかし、本土での戦いに敗れて敗走し、後自陣した。首は、一騎勢によって獄門に処されたという。妻は、妻木範博の娘で、子に、三宅十元、重信、重豊、重幸らがいる。ありがとうございます。